こんにちは。お手軽海外ビジネス&会社経営サバイバル講座1チャンネル第3回のお話になります。今日もドラゴン先生からご説明したいと思います。前回はですね、インターネット環境さえあれば自宅にいながらにして中国のありとあらゆるものを仕入れることができる中国の仕入れサイトを2つご紹介させていただきました。今日はそのお話の続きになりまして、そのサイトを使った場合の仕入れ全体の流れと、あとサイトを利用するにあたって会員登録の方法までをご説明したいと思います。よろしくお願いします。まず、サイトを使った場合の取引全体の流れを見てまいります。一応ちょっと前回ご説明したんですけど、アリエクスプレスと DH ゲートという2つのサイトがあります。で、この2つのサイトですね、仕組みがものすごく似てますので、ここから先はですね、アリエクスプレスの例を事例としてご説明させていただきたいと思います。で、DH ゲートの方ですね、もし何かわからないことがありましたら、ドラゴン先生の方までご質問なども受けたまっております。まずですね、このサイトにですねログインをしまして、で、商品を検索します。こういう商品が欲しいなっていうのを検索しまして、商品が見つかったらですね、ショッピングカートというのがありますので、ショッピングカートに商品を入れて、で、決済は前回お話ししましたマスターカードかビザカードのクレジットカードをお持ちでしたら、その番号と、決済情報を入れるだけで OK です。そこからですね、そのセラーさんというか、中国の、売る側の方がですね、商品を用意して発送したら出荷通知というのが送られてまいります。で、これは自分の、発注の購入履歴からも、その状況は逐次確認することができます。で、若干もちろん国内の取引とは違って商品の受け取りまでに時間がかかるんですけども、商品を無事受け取りましたら、このアリエクスプレスなり DH ゲートの方でですね、この商品を受け取りましたという受領確認をしまして、で、セラーさん、この、セラーさんはいい人でしたよとか、商品気に入りましたよ的なセラーの評価をします。で、この一連の流れで1取引完了という形になります。では次に、いよいよですね、直輸入への扉、アリエクスプレスでアカウント作成というのをやってまいります。ちょっとですね、アリエクスプレスも DH ゲートも多言語対応になっているというお話を前回させていただいたんですけど、このアカウント作成のところはですね、どうしても英語で行わないといけないんですけど、そんなに難しいことではないので、頑張ってアカウントの取得までしたらですね、ありとあらゆる、中国の商品が直接自分の力だけで仕入れることができるので、頑張って登録をしていただきたいと思います。ここから先はですね、実際のパソコン画面の方からご説明をしたいと思います。はい、こちらがですね、アリエクスプレスの一番最初のページになります。で、すでに会員登録を済ませた方はですね、ここのアカウントとパスワードのところに、登録した時のメールアドレス、または会員の ID を入力して、こっちにパスワードを入れたらそのまま使っていただけるようになります。で、全く初めての人はですね、ここのですね、ちょっとこのドラゴン先生のこっち側の翼の先端部分を見てほしいんですけど、ここにですね、ジョインフリーナウって書いてあって、ここから入会しますかっていうのがあるので、ここをまずクリックして次の画面に進みます。次の画面ですが、まず最初の項目に普段お使いのメールアドレスを入力します。で、次にお名前の入力なんですけど、最初が First Name、
次が last name になってるので、ファーストネームのところには、下の名前ですね。で、ラストネームのところには名字を入れてください。このファーストネームに関しては、イングリッシュネームを適当にニックネーム代わりに入れていただいても全然 OK です。次が、クリエイトパスワードとなってまして、6から20文字、小文字もしくは数字のみで20文字まで設定してください。その下の項目は他や上で設定したパスワードと同じパスワードをもう一回入れます。で、次に Enter the code below ってなってますので、ここの下のですね、つどつど変わるんですけど、青い文字で書いてある4文字のアルファベットを大文字小文字の区別をしてここに入れてください。で、次にここのですね、チェックマークは何を言ってるかというと、アリエクスプレスの無料会員の規約に合意していただけますかという、質問ですので、ここはチェックを入れた上で、ここの黄色かな、オレンジになっている、Create Your Account というのをクリックします。先ほどの画面で必要な情報を入れましたら、画面が切り替わって、こういう最初のホーム画面になって、ここにですね、登録していただいた時のファーストネームが表示されてて、ドラゴン先生はドラゴンで登録したので、ここが「はいドラゴン」って書いてあります。こういうふうになってたら会員登録完了です。アリエクスプレスの無料会員登録は実際に商品を仕入れたりしない限りはずっと無料なので、ぜひ登録まではしていただければと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。